Toyota. Drive your dreams. Live the life. J-Wave Boom Town。ここからの10分間はゲストの方にライフストーリーを伺っています。Toyota Drive your dreams. Live the life の時間です。そして今週のゲストはアーティストのリエフーさんです。リエフーさんは2003年にロンドンの芸術大学に入学するためにイギリスに渡りまして、その翌年にシンガーとしてデビュー。大学卒業後はアーティストとして音楽とアート、この両方で意欲的に活動しています。ブームタウンでもデビュー当時からたびたびご出演いただいてるんですけども、今週改めてリエフーさんが今どんなことを考えて、どんな夢を思い描いているのか、木曜日までお話伺っていきたいと思います。今週もお楽しみに。Drive your dreams. Live the life. Brought to you by Toyota. さあ、ブームタウンリブザライフ、今週のゲストはリエフーさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お元気そうで。あ、はい、元気です。なんかカラフルな感じかなと思ったら、はい、意外にシックにというか黒で。そうですね、うん、なんかこう新入社員をイメージしてみました。そうでしょ、嘘でしょ。いや、ただなんか、うん、はい、たまたまあった服ということで黒い感じの。なんかパンツも結構やっぱり今年ハイウエストの感じで、はいはい、おしゃれさんですよね。いやでもこれ中学生ぐらいの時に買ったやつが本当ですか出てきて、はい、結構長持ちしてます。物持ちいいんですね。そうですね、なんか気に入ったものは何年もずっと取っとくタイプというか、はい、うん、なんかハマってる。そうですね、はい、そうなんですよ。今週はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう数年経ちましたね、はい。ちょっと最近の話で言うと、まあ、番組でもそれこそロンドンから放送した時にお世話になったりしたんですけど、はいはい、2003年にロンドンの芸術大学に留学をして、はいはい、でその頃にアーティストとしても日本で活動も始めて、はい、で一昨年の7月にもなるんですね、大学卒業されて。まあ、日本に拠点をまた戻してというか。そうですね、でも活動、うん、はい、今年でデビュー5年目ということで、すごいあっという間ですね。ちょうど成人式の頃でしたっけ。あ、そうですね、二十、ね、歳の時に袴で、はい、番組で生演奏させていただいて、うん、そうそう、袴着物でしたっけ。袴でしたっけね。あ、袴じゃない、振袖。振袖ですよね、はい、キーボードを、はい、すごい袖がキーボードにかかって、振袖では弾きにくいなってその時に思いました。思ってました。ちょっと特番でホリデースペシャルでね、最初にお会いしたんですけど、はい、では時もなんか線が細いような、おとなしそうなんだけど、はい、なんか変わった面白い子だなと思ってたのをよく覚えてて、はい、そうです、なんか思った通りっていうか、まあ、さらにどんどん、はい、独自の感じで活動させていただいてマイペースにやっています。独自ロンドンに行って、はい、まあ、行く前にも留学するっていうのはすごくずっと思ってらしたことだっていうのがあったんですよね、はい、そうですね、うん、それはなんかこうずっとまあ留学するってのは目標で、はい、うん、なんだろう、その自分の道マイウェイとしてはどういうふうに思ってたんですか。そうですね、うん、小学生の時にちょっとアメリカに住んでいたので、すごくその日本以外の文化とかそういうのにも興味があったし、はい、あと物心つく頃からも絵をいっぱい描いていたので、うん、アートを勉強しに海外に行きたいと思っていて、うん、でもう中学生ぐらいから本当に海外の大学の、イギリスとアメリカの大学について調べたり、早いですね、なんか下見に行ったりとか、すごい、下見にも、そうですね、計画的にやっていって、でちょうど高校生の時に、はい、その留学の、面接があるんですけど、そのために作品をいっぱい作っていたら、ふとギターを弾く機会があって、で結構そういう受験の準備の時って割とこう現実逃避したくなるということで、でギターで歌を作り出したら、本当にそれが止まらなくなって、あ、それがなんか最初なんでしたっけ。そうですね、現実逃避から、まあ、違うことやろっていう気分転換で、はい、でも本当に、はい、美術とか絵は本当に人に、大勢の人に見せる機会ってあまりないじゃないですか、はい、でも音楽はこう一曲を多くの人が共有できたり、いろんな生活の場面で聴いていただけたりするっていう意味では、すごく絵では表現できないこととか、こう届かない人とか、そういうところまでも届く
ものだなと思って、その時にすごくこう音楽というものに救われたという記憶があります、うん、でそっちで音楽のことやってて、まあ、後の方は後で、入学もし、はい、そうですね、ロンドンの4年間、まあ、戻ってきてまたしばらく経ってるけど、はい、どうですか、戻ってまた活動するようになって、はい、まあ、いろいろ変わったでしょうし、まあ、アーティストとして専念できるっていうところもいいでしょうけども、はい、まあ、今絵もねアトリエ持って、はい、描いてたりするんですもんね。そうですね、うん、最初はやっぱり留学を終えたからこう今まではこういうラジオとかでイギリスの話をネタとして言ってたけどリエフといえば、はい、あのイギリスという感じで話してたんですけど、うん、帰ってきたらそのネタがなくなって話すことがなくなったらどうしようと思う心配があったんですけど、はい、でも逆にあの日本でずっと生活することで、うん、こう本当にただ電車に乗ったりとか友達と話したりっていうするだけですごくいろんなインスピレーションが湧いてきて、うん、こういう曲をこう今の社会の人は求めてるのかなとか、より具体的に歌詞だったり曲調だったりっていうのが、うん、こういうのを作ろうっていうのが浮かんできたので、うん、やっぱりイギリスにいた時は割と空気感が違うので自分の作る音楽も日本の人にはなかなか共感しづらかったり、うん、いい意味で逆にこう異国感はあったかもしれないんですけど、うん、より日本に帰ってきてから地に足がついたような、うん、すごく落ち着いて活動できているのですごくいい環境ですね。そうですね、なんか新しいアルバムも、はい、あのそれがあるのか、なんか日常のシーンとか、はい、結構細かく聞こえ、私はなんか耳にパッと、もうあのちょっとまだ早いんですけど、はい、リリースはまだなんですけど聞かせてもらった時に思ったんですけどね、やっぱりそういうところなんでしょうね。そうですね、あ、それは自分としてなんかしっくりきたものが目の前の人に届けられてるっていう感じはありますか、はい、そうですね、本当に4枚目のアルバムで今までで一番あのしっくりきているというか自信作ですね、うん、